こんにちは。こんにちは。まだまだちょっと早いんですが、去年のオフの目玉といえばやっぱり FA 選手、結構目玉の選手いたじゃないですか。まあ毎年目玉だけどね、一番すごかったのは山田ね。そうです、ヤクルトの40億円残留しました。残留した、まあ、その他大野雄大投手であったりとかね、いましたけど、まあでも残留傾向がある FA の中で最近ね、はい、まあ FA のコロナの影響もあるのかもわからないけど、はい、まあ、残留っていうことが結構多くなってきた。その中で梶谷と井上が巨人に移籍したというね、はい、そうなんですよね。さあそしてですよ、うん、今シーズン、うん、オフに FA なる選手たち実は結構今年いるんですよ。 いるよ。注目選手いるんですよ、たくさん。まず巨人見ていきましょう、はい、小林誠司選手、また名前が出てきてしまう、すいません本当に小林選手、誠司ごめんね。いやでもそれからやっぱ一番注目されてる。でもトレードしてもさ、はい、1年で FA で手を挙げられたらまた他の球団取るよね。そうですね、もしかしたら巨人がまたっていう可能性も可能性あるね、ありますよね、うん、で、あと陽大館選手なんですけども、うん、巨人この2人です。まあ陽大館は頑張らないとね、まあ FA で手を挙げられないよね。はい、小林選手は FA 今年なりますけれども、どうですか、他の球団だったり交渉とかするんですか。あ、やっぱり手を挙げたらどっか取りたい球団はあるだろうね、うん、まあ、目玉になるかどうかっていうのは分かんない、ね、分からない。今年の活躍次第だよね、はい、そして阪神ですよ、はい、梅野選手どうなんですか。梅ちゃん一説によると出るんじゃないかっていう、なんかねそういう説が今ちょっとあるんですよね。 あるんだよね、はい、でもこれあるとすると他のチーム欲しいというチームありますよね。かなりやっぱ梅ちゃんも実力者だからさ、キャッチャーとして。はい、パですかね。難しいな、いろいろ情報はあると思うんですけどもね。まあでも城島が好きだからね、梅野選手すごい慕ってるそうですよね。だから先生の師匠のような感じで接してるからね、はい、ということはまあわかんない、そこは詮索しなくていい、まあ、そこはそこはもうぼかしとけば。そうですね、で中日、はい、これ、投手多いですね、うん、田島投手、又吉投手、はい、岡田投手、祖父江投手、松葉投手。松葉は、はい、トレードで来てるでしょ、だからまあ手を挙げる可能性はあるよね。オリックス、そう、愛情という意味で、うん、そんなに中日にあるかどうかは分からないけど、はい、挙げそうな気もするよね。左という貴重なピッチャーだから、うん、他のピッチャーは俺なんか残るような気がする。それは何でかって言ったら、大野が残留したでしょ、はい、このチームで勝ちたいんだと。で大野といえばもう中日のリーダー的な存在で、エースとしてね、うん、投手陣の中では、うん、だからなんとなくこうそれに従って手は挙げるけど FA 残留するんじゃないかなっていうような気がするけど、ね、あ、投手陣はじゃあちょっと残留傾向にあるかなと俺は思ういうところですね、はい。さあそして DeNA ですよ、はい、山崎投手、はい、高城選手、はい、中井選手、大和選手、宮崎選手。中井選手って巨人から来た、まあまあそう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 、まあ中井はね、そんな手を挙げれるほどの、まあ、活躍もしてないし、はい、それは挙げないよね、うん、だから危ないのは宮崎だよ。もしかしてあの梶谷選手に続き、そうだね、梶谷が2年連続で40数試合しか出てないのに、うん、FA であんなにお金もらえんのみたいな、俺も上げちゃおうかなみたいな可能性は、はあるよね。っていうと、もし可能性があるとするとどういったチームが、いやまあ例えばソフトバンクとかさ、はい、マッチがやっぱこう年齢的にもういってるし、はい、リチャードっていう選手がいるんだけど、オープン戦見てると全くなんだよね、うん、そうやって考えるとサードにぽっかり穴を開けるわけにはいかない、はい、そうなってくると宮崎なんて面白いんじゃないかっていうことになるよね。まあ、守備的にもそうですよね、守れる、まあまあそうだね。あとは矢崎どうなりますかね。だからまあ今年の DeNA の扱いによっては出なきゃいけなくなる可能性もあるよね、はい、うん、高いんだよまた給料が、はい、まあまあでもそれはしょうがない、うん、でも抑えとして困ってるチームは今年1年見てたけど、はい、まあ可能性はあるよね、うん、高城補修はない。高城を上げたら俺がこれ戻ってきたんですもんね。お前 DeNA にお前、いやいや助けてもらったわけじゃない。そうですよね、何あ、まあ、げたら何調子こいてんだっていうことになるよね。広島です、栗投手、大瀬良投手、今村投手、そして堂林選手、結構主力メンバー4人ですよ。これは全員残るような気がするけどね。お、出ないですか。まあひょっとしたら栗が場所を変えるかもわからない、可能性としたらね、はい、いい話があれば、はい、で大瀬良は田村というスカウトが引いて大瀬良を当てた時に、はい、で涙した、うん、それから考えると大瀬良が俺出るような映像が頭の中に浮かばないんだよね。
あれから時は経ちましたけれども、ね、時は経ったけど残る、俺は残るような気がする。堂林選手も残る、うん、堂林も広島で本当に育てられて調子が悪い時も我慢してくれて、でまた昨年復活してきたというね、はい、まあ、そういう流れからすると残るような気がする。まあワンチャン中日、あ、地元が、地元に、うん、あ、中日ファンは、中日もいらないっちゃいらない、いるからだって高橋もいるし、はい、周平がいるし、はい、ビシエドはファーストにいるし、中日ファンはどうなんですかね、やっぱ愛知で地元でっていう、やっぱり地元のファンっていうのはいるだろうね、はい、そうですよね。なんか広島ってすごく出るイメージがあるんですけど、例えば丸選手だったり、いやでもそれはもう本当のトップクラスだよね、はい、だから荒井だとか、はい、金本だとか、はい、やっぱもうトップ中のトップが出るという、ということはじゃあちょっと残る可能性が、残る可能性がある、まあ大瀬良がトップだけどコロナの影響からちょっと FA の流れが変わってきてる、はい、俺はあの田村の涙に背かないでほしいという、今度は出ていって泣いちゃうから田村が泣かすなって、そこは泣かせないでほしいなってことですね、はい、ソフトバンクなんですけれども加山投手は、まあ、森福っていうね、はい、同じようなピッチャーがいて、うん、それが巨人に行ったんだよね、はい、でやっぱ中津飛ばずでさ、うん、もう終わっちゃったんだけど、まあ、そういう前例を見てるとやっぱ俺はソフトバンクにいた方が幸せだと、お金は入ってくるかもわからないけど、はい、やっぱ心の充実感だとかそういうのを考えると加山は残った方がいいかなって思う、うん、そしてロッテは石川投手です。石川はメジャーに行くの？どうなんですかね、なんかメジャー志向が強いかもわからない、ね、はい、もしかするとそうですね、なんかどっちにしろ動きそうな気がするよね、石川投手に関しては。というのは、はい、今年の開幕投手が2期でしょ、はい、今も入ってきて、うん、自分の立場っていうのが徐々にエースからなんかそういう扱いじゃなくなってきつつあるんだよね、そしたらもう環境変えようかっていうことになる可能性もあるよね。そして西武が2人、木村選手、岡田選手ですけれども、出ないでしょ、即答ですか。でもね、木村なんて魅力あるよね、はい、で岡田もキャッチャーで、はい、例えば2番手として置いておくキャッチャーにしては、うん、すごく優秀なキャッチャーなんだ、うん、だから可能性としたら全然ゼロではない。森がいて森が調子良かったら全く出れないわけだから、はい、もう少しチャンスがあるところに場所変えようかなとか、すごく優秀なキャッチャーだから。で木村もその森田とか、うん、源田とか、うん、山川だとかああいう風に隠れてるけど、やっぱちゃんとした仕事をしてくれる子だからね、はい、だから可能性としたらないとは思うけど、なんかチーム愛が強そうな2人だもんね、残る可能性の方があるのかな、うん、でもね岡田はね、俺はなんかすごく、俺がチームを率いてるんだったら魅力がある。あ、じゃあ手を挙げる可能性もあるかもしれない、ね、だから俺が DeNA だったらね、 DeNA のあれだったら岡田っていうのはなんか、うん、交渉に行きますか。じゃあ挙げるんだったらね、はい、手挙げたら、うん、あ、なんか必要な選手になってくれそうな選手な感じなんですね、うん、そして楽天が岸投手、唐島投手、そして福山選手、福山ね、うん、サブちゃん盛り上げ役に欲しいな、 DeNA また帰ってこんかなと思う。あのベンチのってことですよね。いや、うん、本当にいいやつだから、はい、だから帰ってきてほしいなと思う俺は思うけどね。でも騎士は出ないと思うけど、はい、あっちの方の出身でね、はい、FA を使って移動したということから考えると、はい、俺は移動しないと思うんだけど、唐島ね、唐島は左で貴重な戦力として考えるチームはあるだろう。欲しい、だから手を挙げたら取ってくれるチームはあると思う。お、じゃあ唐島投手がもしかすると環境を変えて、だってさ、マー君入ってきて、はい、早川入ってきて、うん、左が、はい、あんな投手陣の中で埋もれるんだったら、うん、もう出た方がいい。そうですね、活躍の場を求めてっていうことですよね、うん、そうそうそう。さあ、そして日本ハム、秋吉投手、太田大志選手、そして近藤選手です。近藤目玉だろうな、欲しいですよね、他球団。もう投手で言えばさ、はい、12、3勝するような感じの投手だよね、投手に。というのは、はい、やっぱ近藤はそれだけ安定した力をバッティングで出してくれるということだ。出塁率も高いし、はい、だから欲しいところがいくらでもあるだろうね。これパ・リーグもセ・リーグも関係なく、もちろんもちろん巨人も行きますか。巨人も欲しいだろうな。でも丸、はい、梶谷、うん、近藤ってなるとややこしいぞいや嫌だぞこの外野も。そうですよね。ただまた松原選手が、また外野来た、まあね、ってなっちゃいますけどね。でも近藤選手いい選手ですよね。太田大志も、はい、年々力をつけてきて勝負強いからね、この男も、はい、巨人に戻る可能性もある
FA で矢原監督と一緒だから東海大相模って、そうか、ね、でもほら一度出されてるから、いやもう俺いや修行に出したわけだ、日本ハムで生涯通すんだみたいな、まあ、それはお得意あってかっこいいけどね。そうですね。秋吉は昨年ちょっとしくじってんだよね、はい、抑え、だから今年やったら FA でまたヤクルトに戻る、うん、フルスに戻る、まあ、それが主流になってくる可能性があるよね。出てフルスに戻ってくるっていう、もうトレードで行っといて活躍の場を与えられて、はいはい、自分に力をつけて、うん、また FA で戻るっていう可能性はなくはないよね。そうですよね、戻ってきてくれたちも嬉しいですけどね、逆に育って帰ってきてくれた、まあ、そりゃそうだよね、いうのもありますけど、うん、いやでも近藤選手目玉になりそうですね。でも今名前を挙げた選手たちっていうのは、はい、今年がむしゃらに頑張ると思う、自分の価値を高めるため。豊さんもそうでした。いや俺らの時は、はい、俺が辞めた時のに FA だから、そっか、導入されたから、もしあったらやっぱり FA 取れる年っていうのは少しでも自分のやっぱり価値を高めるという、それがプロの価値だから。そうです、ね、選手の商品としての価値だから、はい、だからそれはやっぱこう頑張ろうとするよね。今年の注目選手たちは、はい、FA を取得するであろう選手たち、うん、この人たちにも注目だよ。特に豊さん1人か2人でもいいですけど、この選手ちょっと争奪戦になりそうだなとか注目だなっていうのを挙げるとすると、小林もいいか、小林がいいかまあなると思いますけどね、注目は。いや人気はあると思う、もちろんもちろん。やっぱりあの宮崎、はい、セリーグでは、はい、パリーグでは近藤、はい、太田大志とか、うん、まあ、そういうところが面白いかなと。ですね、ちょっとじゃあ今オフのね、今からちょっとまだ先ですけれども、うん、今オフどうなるかちょっと成績を追っとくと面白いよね。そうですね、はい、はい。